やってますね。今日が2日目となります。リカーソンです。お控えの大砲、パワーヒッターと言われ加入をしてまいりました。メジャーリーグの経験もあって、メジャー通算ではホームラン40本、昨シーズンはメキシカンリーグ、それからアメリカの独立リーグでプレーをしまして、まあ、独立リーグでは107試合でホームラン26本、91打点と、放っていました。まあ、昨日は逆風の中のバッティング練習で、まあ、44スイングをして、まあ、柵越えはありませんでした、リカーソンです。ただ昨日の印象としては、森さん、これなんかこう感触確かめるような感じでちょっとコンパクトに打ってましたね。そうですね、そんなにフルスイングをしているのは大振りも目立たなかったですね。今日似たような感じですか。まあ今日はまだもうちょっと力入ってます、今でもそんなに言いましたね。昨日よりはなんかこう飛んでる感じはね、うん、ちょっとこう受ける印象ありますが、まあ、獲得した理由として左バッターで一発もある選手を探していたと、で三振も少ないというところをね評価しての獲得ということのようですけども、振り回す感じでもないんですかね。そうですね、そこまでのスイングではないと思いますけどね。メジャーリーグでは2015年から2022年にかけて出場歴がありまして、まあ、トータルは339試合、パドレス、ジャイアンツ、ブレーブスでプレー経験があります。で2021年、少し前になりますが、エンジェル戦で大谷から3打数3安打というようなゲームもあったというこのリカーソンです。一応ね、大谷に対しては3打数3安打と日本人キラーの期待大というサンプルは少ないですけども可能性ありと。